マジで。見せようか。うん、それは。それをさ、あんた買っちゃったから、その時知らなかったっつけら、言ってくれるね。無理でしょ。無理じゃないよ。俺はその家いつも行ってるんだよ。もうこれ無理じゃん、これ。だって今頃よこして買ったんだから、聞いてくれって言うや。マジデンス。なんでマジデンスって。3万でかいんだよ、ほら。レチデンスみたいに言うの。え？あんなボルチーノやってよ、3万ともらえれ。マジデンス？マジだよ、あんた。だからこれ取ってやんだよ。ほら、解約なんだよ。無理でしょ。無理じゃねえ、言うやんはなんとかなる。だってこれ今をよこしときゃ押せよって、その時言わなくちゃって言うや。強く出るんだよ、ほしゃ平気だよ、あんた。スマート、お持ちのスマートフォンを下取りするとって。そうだよ、3万でな。下取りやん。嘘だ、3万。新しいの買った人に3枚。うわー、でも機種変限定クーポン5400円ってあるよ。そうだよ。いや無理でしょ、もう買っちゃったら無理だよこれもう。無理じゃねえよ、言うやわかるよ。無理に決まってんだろ。今よこしたんじゃ無理だって言うんだよな。買うときよ、やんなきゃ。俺は言うで。無理だって。俺絶対言うで。マンダ発行買ったんべ、置いたらドコモがやってくれるわけないだろうが。俺がよ、マンダ発行買ったんよ、置いたら後から来たんよ。後から来たから言ったんよ。私頼んだときはいくらでしたっけ、ね、無理に決まってんだろそんなの。いくらでしたっけねっつったら、いくらいくらって言うから、今よこしたんじゃもう頼んであるんだからって言ったら、向こうでダメ、ちょっと待ってください。とっくにだ、2週間前ぐらい買っちゃったからね。2、3週間前。ちょっと待ってくださいって言われて。無理無理、絶対無理。私はね、いいの、安くしてもらいました。無理だっつってんの。言えばいいんだよ。じゃあ俺が電話してやる。だって無理だよ、クレーマーみたいになるからやめろマジで。どこまで電話してやるよ。3万でけえだんだよね。だから3万ってさて、これあと下取りだから、これは。そうだよ。うん、下取りってフリーの出せばいいんじゃん。そう。でもいいよ、もう別にいいから。もういいよ。3万でかいよ。大丈夫。じゃあいらねえんだら貸してよ、うちあるから。ほんと、あの人も来たんだよね。あれ貸して、信号。もういいから、もう。あれ、捨てるから。いいよ、いいよ、置いといて。もういいから。いいから置いとけ。もういいから、あっち行って、あっち行って。いいから置いといて。置いといて、もういいから、あっち行って。じゃあいいよ、私が取る。いいから、で、置いとくの。私、なんで。いいよ、もうだって来ないで。取り来たから。いいの。あの人いいから、あっち行け。だって、いいから、あっち行け、もう。いいから。いいから。いいから、あっち行け。必要ねえなんで。いいよ。そんなものめっちゃ必要ないよ。もういい、あっち行け。バカ野郎が。そんなもの取っときゃ散らかるは当たり前なんで。いいから、あっち行け。そんなものは打ち上げてよ、バカ野郎が。あー、もうしつけえまで。購入価格が2倍ぐらいになってる。何この仕様。ギリマン対策みたいな。さっき33円とか4円だったのが、64円になってない。ギリマン対策か、これ。こんな仕様あったんだね。なんかユロルのさ、ここめっちゃ取れそうじゃない？ユロルのここより上っていうか、もうここずっと滞在してて残り5分耐えれそうじゃない？怖いわな、2ピップだし。でもそれで 1.1 倍ってやばいよな。すげえ取れそうだけど、さすがに 1.1 倍きついわ。ちょっとトイレ行ってくる。
や無理だからいいっつってんの。すごいなマジで。ああ。ああ、もう無理ですね。あ、夜。わお。3-0上、取り戻すか、ここ。10万かけりゃ2万返ってくるわ。18,000取れるだろこれ。2万だけ取り戻すか。2万だけ取り戻すか。取れっだろこれ。取れるだろこれは。あ、怪しいぞ。怪しいぞ、大丈夫これ。さすがに取れるだろう。5!1.4 倍ぐらい。頼む !10 万いっちゃった。頼む、お願い。あ、これ見れない。ごめんなさい、これ見ない。